世界一から12年経った今、女子サッカーワールドカップがガチで放送されない可能性が出てきた模様。2011年のサッカー女子ワールドカップで、悲願の初優勝を達成した日本代表。その中には誰もが知っている澤穂希さんや、今やサッカー選手であった過去も忘れてしまっているかもしれない丸山桂里奈さんなど、言うならばキャラが立つ選手が多くいた。そして、澤さんに至っては優勝の後に女子バロンドールを受賞、その美貌に思わず神メッシもなかなか見せないウインクを披露したほど。そして FIFA ランクは世界3位まで上昇し、まさに女子サッカーのフィーバーが訪れたわけだ。テレビでも見ない日はないくらい活躍していた。だが現在は FIFA ランクも11位まで順位を下げ、さらにはキャラが立つ選手がほとんどいなくなってしまったのだ。これでは視聴者は減る。FIFA が昨年12月の男子カタール大会で日本の TV 局側に提示した放映権料は約350億円。今回の女子ワールドカップではこの3分の1となる116億円が FIFA 側の提示額と見られているが、確かに少し高い気もする。もともとは NHK での放送予定で話はまとまっていたというが、それも白紙になってしまっているようだ。ガチで放送なくなるかもしれない。悪く言うつもりはないんだけど、多分興味ない人多いのかもしれない。アメリカでは男子よりも人気あるらしいけど、日本だと圧倒的に男子だからね。そら採算取れんもんな変わんよ。逆に勝った国あるんか？本当に見たかったらネットで見れるこのご時世にこの金額は厳しいよな。日本代表なんだから無理してでも買うべき。これ放送しなかったら日本の女子サッカー人気がどんどん下がるよ。澤さん、立ち上がろう。確かにキャラ立つ選手いないのは事実だけど、日本のサッカー盛り上げたいなら先行投資必要。現役の男子選手たちにも声かけてくださんしたらいいと思う。ガチで日本サッカーの未来のためにって言ったらガチで集まりそうだけどな。